それどうも、今回は寒い日に最高に美味しい、寒くなくても食べたくなっちゃう、そんな鶏グラタンを紹介していきたいと思います。鶏とグラタンという時点で勝ちは確定してるんですけど、こういったポイントを押さえるとさらに美味しくなるよっていう、そういったね内容でお届けできたらと思います。まずは鶏肉の掃除を軽くしておきます。しなくてもね、もちろんいいんですけど、した方が丁寧なんで、今回は鶏の掃除しっかりしてます。で、だいたい6等分から、多くても8等分ぐらい。この時の鶏のサイズは結局お好みになりますね。こうグラタンをほじくった時に大きな鶏に当たってむしゃむしゃ食べたいっていう方は比較的大きめ、私はもうちょっと上品に食べたいわっていう方は、そうですね、8等分がだいたいそれに値するかなと思います。ご参考までに。で、キノコがね、一緒に入れると美味しいんで、キノコ入れるといいと思うんですけど、マッシュルームだけでもね良くてですね、ただ今回は冷蔵庫に使っちゃいたい椎茸が余ってたんで、椎茸も加えました。それぐらいの勢いで材料は変えて大丈夫だと思うんで、なんかこう冷蔵庫にね、ほら、あの味噌汁で余ったキノコ、なんだ、えのきとかありますとか、まあ、あの好きなキノコ使ってください。入れちゃいけないキノコがあるとしたら、まあそれはそうですね、毒キノコぐらいですね。あ、すいません。はい、玉ねぎもだいたい4分の1ぐらい使っていきます。で、玉ねぎはスライスでもいいんですけど、今回はみじん切りですね。よりこう存在感を薄くしたいなと思ったんでみじん切りにしました。もうちょっとこう玉ねぎ感を楽しみたいっていう方はね、スライスだったり、ちょっと厚めの、まあ、スライス、結局スライスですね。はい、そんな感じにしてください。みんな大好きグラタンですけど、これもね、そのルーツというか発祥の地は、僕の知る限りではフランスなんですよね。フランスのドフィネ地方という、地方があるんですけど、そこの郷土料理から、発達した料理としてですね、広くこう知れ渡ったわけですよね。いろいろとこうアレンジはあるんですけど、正確にはオーブンなどで料理の表面に焦げ目を入れるように調理するっていう、それが基本ですね。その中でもクラシックなものでパスタを使ったグラタン、マカロニオグラタンっていうのもあるんですけど、多分これ結構一般的だと思うんですよね。マカロニと刻んだマッシュルームとベシャメルソース、これらをね混ぜてですね、バターを塗ったグラタン皿にのせて、おろしチーズとかパン粉を振ってオーブンで焼くといったものです。そんなわけで今回もね、そのグラタンの要はアレンジみたいなものですね。マカロニは鍋で普通に茹でてもいいんですけど、今回はレンジにしました。そっちの方がちょっと時間が短縮できるかなと思ったんですけど、そんなには変わんないですね。実際ここからはもう食材切り分けであるんで、それらに火を加えていきます。鶏肉をまず表面ですね、香ばしく焼いていきます。この時の鶏肉はですね、個人的にはかなりしっかり香ばしく焼いた方がいいなと思ってまして、この後ベシャメルソースと合わさっていくんで、どっちかっていうとこう全体的にまろやかな味になってくるんですよね。それらにアクセントを加えてくれるのが、この香ばしい焼き色と今加えた白ワインの酸味ですね。しっかりとここで煮切って、鶏に絡めて一旦引き上げます。この工程大事ですね。何たって旨味調味料今回は使わないんで、鶏のね素材をしっかりと引き出してアクセントになる白ワインっていうのがね、やっぱ味の骨格になってくると思うんですよね。玉ねぎが全体にしんなりするぐらい炒めたらですね、キノコを加えてひと塩します。じっくりと水分を出して、味をこうキュッと引き締めるようなイメージでソテーをします。そしたら小麦粉、ここで振っちゃいますね。具材にしっかりとまとわりつかせることで、この後加える牛乳、これがですねダマになりづらくなると思うんですよね。やっぱベシャメルソースってちょっとダマになりやすくて、作るのがね手間だってね思うことあると思うんですよね。全体に小麦粉まとわりつかせたら牛乳を加えていくんですけど、牛乳はね5回ぐらいに分けてください。特に最初はかなりね、小麦粉が牛乳を吸うんですよね。一瞬でこう水分なくなっていくんで、
ついついね、なんかもうちょっと量多めで牛乳足してった方がいいんじゃないかって思うんですけど、ここ我慢ですね。少量でしっかりとダマにならないベースを作っておいて、後から徐々に徐々に加える牛乳の量は増やせばいいと思います。最初のね、辛抱なんですよね。最初がとにかく吸うんで、玉ねぎが、じゃあ小麦粉は牛乳を。ここで鶏肉戻します。そして茹でておいたマカロニも加えちゃいましょう。これ味を見てほんのちょっとだけ白ワイン足しました。キレをねプラスするような感じで、あと黒胡椒ですね。ここで一旦味見しましょう。ベシャメルソースと具材全体が合わさった時に、こうスプーンでね、程よくトロッとなってるなっていう濃度の部分はしっかりと確認してください。あんまりボテボテになりすぎても、あのシャバシャバのね、とろみのない状態っていうのもどっちもダメなんで、それらが一番いい塩梅だと判断できたら、耐熱の器に盛り付けて上からチーズをたくさん振ります。もちろんパルミジャーノレジャーノがあればそれをすりおろすのが一番いいんですけど、スーパーに売ってるシュレッドチーズ、そういったものが余ってるお家もねきっとあると思うんですよね。なので、私んちちょうどシュレッドチーズあるわ、そんな方はぜひそれを使ってください。そして180度でだいたい15分から20分焼いたのがこちらですね。盛り付けも何もないんでこのままいきます。うまそう。チーズの伸びがやばいっすね。お、わ、いや、この鶏グラタンうまいっすね。やっぱ鶏のうまみと、今回マッシュルームと椎茸も入れてるから、それらのキノコのうまみもしっかりと感じられて、それとチーズとベシャメルが合わさることで、もうね、こんなに贅沢を味わえるグラタンもなかなかないんじゃないかなっていう。鶏に当たった時がね、また嬉しいですよね。おっしゃ、鶏だみたいな。ちょっとね、白ワインで一瞬こう鶏をね、あの風味付けしたというか、あのね、やっぱ一手間ってすごく大事だと思いますね。鶏がね、もうこれでもかっていうぐらいうまい。あの白ワインのね、酸味があることによって、このね、ベシャメルソースとチーズ、これらがね、全然こうしつこくない。うまし。というわけで、鶏グラタンのレシピでした。ぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。